最高の打点ライブだったわよね。これも一緒に盛り上げてくれたリトルデーモンたちのおかげよ。このうだるような灼熱の暑さも吹き飛ばすくらい熱いライブにできたんじゃないかしら。まるで煉獄の炎を想起させるようだったわ。ヨハネの魔力も最大限に高まって極上のハーモニーを生み出していたもの。その顔はもう一度ヨハネの歌声を聞きたいって顔ね。いいわよ、特別に歌ってあげても。え？会場？リトルデーモンが待ってる？待って、どういうこと？さすがのヨハネの魔眼でもそれは見透かせていないわよ。バースデーパーティー？今から？私の誕生日を祝ってくれるってこと？ちょっと、そんなこと全然言ってなかったじゃない！私、てっきり忘れられてるんだとばかり。違うわよ！別に寂しいとか思ってないんだからね！だいたい、ヨハネにとってこの日は、人間界における仮の姿の生誕日なだけなんだから。でも、祝ってくれるリトルデーモンがいるっていうのは、その、やっぱり悪くないわね。その、ありがとね。さあ、望み通り、ヨハネの生誕を存分に祝わせてあげるわ。